ウォルターハントは、アメリカ合衆国の機械以降、生涯、ニューヨーク州近辺で過ごした、多数の発明を残したことで知られている。例えば、ミシン、安全ピン、ウィンチェスターライフルの先駆けとなる連射可能な銃、雨用防食機、ナイフとト機路面電車用ベル、鉱石炭を燃料とするストーブ、人造石、街路清掃用機械、ベロシペード、砕氷用機械などである。 ハントは、それらを発明したとき、その重要性を分かっていなかった。その発明品の多くは、今日も広く商品として売られている。例えば、安全品を大したものとは考えず、その特許を400ドルで w r グレース c o という会社に売却した。これは、借金15ドルを返すためだった。ミシンについては、特許取得に失敗した。これは、 おハリ子が大制失業するのではないかと心配して特許申請が遅れたためである。後に独自にミシンを発明したエディアスハウトの間で裁判となった。以下にハントの主な発明をその特許に付属していた図と共に列挙する。ありがとうございます。